川選手は試合で焦ってしまう場面、心を落ち着かせるために何かしたり考えたりするようなことはありますか？はい、試合で焦るときは私もよくあるんですけど、やっぱうまくいかないときとか、こう挽回されそうになったときはちょっと一呼吸置きます。ゆっくり深呼吸したりとか、あとこうジャンプしてみたりとか、あとはそういうとき、焦るときって多分どうしようとか失敗をこう気にしてしまってるときだと思うので、そういうときはあんまり考えすぎずに自分のできることをしようっていう、目の前の一本に集中しようっていう、勝ち負けを考えすぎないことが大事だし、体をこう動かしてジャンプして大丈夫ってこう自分に言い聞かせることはすごくいいんじゃないかなと思います。